はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、BF2042 をこれから始める人は絶対に見てくださいということで、今回はね、BF2042 を始めるにあたって、絶対にね、知っておかないといけないことっていうのがあるので、それをね、お話ししていきたいなというふうに思います。で、まずね、大前提として言っておかないといけないのは、まずこのゲームには、その AOW、要は BF2042 の本編と言えるような部分と、あとハザードゾーンですね。ハザードゾーンはね、ちょっとルールややこしいので、説明しないんですけど、ハザードゾーンっていうゲームモードと、あと、ポータルですね。過去作とミックスで遊べるポータル。この3つのゲームモードがあって、で、それぞれね、できる内容が違うし、いろいろとね、一長一短あるわけなんですが、ハザードゾーンとね、ポータルに関しては、レベルはね、そのアカウントのレベルは上がるんですけど、その武器のアタッチメントとか、あとはね、ヘリとか車両の装備とかはアンロックできないので、とりあえずね、いろんな装備とかをね、アンロックしていきたいなというふうに思ったら、実質ね、AOW をやるしかないんですが、要はその BF2042 のコンクエートラッシュですね、その本編をやるしかないんですが、ここでひどいのが、ソロでやると少ししかアタッチメントとかをアンロックできないっていう部分で、これ逆に言えばソロでも少しアンロックできちゃうので、なんか普通にね、BF2042 買うとするじゃないですか。で、とりあえずね、そのソロでマップとか少し見るかってやって、で、こんな感じかってなって、ソロでもこれ結構武器のアタッチメントとかアンロックできるんかってなって、で、一日中ですね、ソロで回してアンロック結局ほとんど進まないってなるっていうね。そんな人がですね、ここにもいるので、皆さんね、本当に気をつけてほしいなというふうに思います。で、それはそれでいいんですが、じゃ具体的にどこから進まないかというと、このマスタリーがある部分から進まないですね。マスタリーって何って話ですか？なんか武器のマスタリーみたいのがあって、それは本編をやるとね、進んでいくんですけど、マスタリー2とか5とかいろいろあるんですが、ここのマスタリーがない部分だけは進むんですけど、ここのマスタリーの2とか、もうそれ以降はアンロックできない。そこのアンロックとかは進まない。カウントされていかないっていう、そんな感じです。なので、なんかちょっとマスタリーとか出てきてわけわかんないなってなったと思うんですけど、結局は、要はオンラインマルチのコンクエかラッシュやるしかアタッチメントをアンロックしていく方法はないっていうね。そんな感じです。はい。ひどい話ですね。なんかよくわかんなってなりますが、ちなみにこれって元々は、ポータルとかでも、アンロックできたんですが、今、ポータルとかでもアンロックできないようになりました。これなんでかっていうと、要は、ポータルとかで、なんか、無限巻きさせて、なんか、めちゃめちゃ殺しまくって、一瞬で全てアンロックするみたいなことができちゃったので、それでね、今のところダメになったって、そんな感じです。だから、将来的にはね、もしかしたら改善される、どういう風に改善されるのかわかんないですけど、変更されるかもしれないって、そんな感じですね。で、あとですね、一応ね、少し強い武器とかもね、ちょろっとね、紹介しておくと、SVK っていうね、実銃でいうチャッカビンがね、全距離2発キルで、強いなっていうのと、ちょっとね、SVK アンロックね、初動でアンロックされてはいませんが、強いっていうのと、あとはね、キャラですね、キャラはね、エンジェルっていうキャラがね、無難ですかね。エンジェルっていうキャラは、弾薬とアーマーを補給できて、で、かつガジェットで医療箱持ってるので、弾もね、回復も持ってて強いんですけど、でも、コンクエとかラッシュをどうせね、ガンガンやっていかないといけないので、で、そういうね、コンクエとかラッシュは兵器がバンバン来てくるので、来てくるっていうかね、出てくるので、あんまり結局歩兵はね、長生きできない、そんな運命なので、別に他のキャラで、マケイとかでね、普通にやって医療箱持たせとけばいいかなとも思います。はい。ということでね、なんか大丈夫かこのゲームみたいなね、そんな気はしますが、何はともあれね、オンラインマルチのね、コンクエとラッシュじゃないとアンロックが進まないよっていうね、マジで気をつけてほしいなっていう、そういう話でした。はい。というわけでね、今回この動画ね、っていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。